はい。皆さん、こんにちは。渡辺くるみしです。では、今回も、ギルネバークシズの脅威、ティターンズジャミート風編、続きをプレイしていきたいと思います。いよいよ、エウーゴの本拠地、グラナダの攻略を前回行ったんですが、まあ、あえなく、打ち返されてしまいましたので、今回は、戦力をしっかり用意して、再度グラナダへ進行していきたいと思います。では、時間を進めまーす。ガッカ。アフテマスシロッコより通信が入っています。グラナダ進行の準備を行っているところでシロッコから入電ですね。ジャミト閣下、バスクオムのことなのですが、このまま放置しておくと後々閣下の破業の妨げになると思われます。そろそろあのような武闘派は排除すべきではないでしょうか。バスクの排除か。これおそらくバスクかシロッコかの二者択一のイベントですよね。となると、シロッコを残したいので、バスクは切りましょう。了解しました。我々の部隊で、バスクオムの排除を行います。はい。ジオ、まあ、シロッコ専用モビルスーツですね。これ開発完了してますが、まあ、今回戦線に投入するのは間に合わないと思うので、まあ、ゴズメ、支援機、援護機、増援という形で投入できるように、一応グラナダに向かわせます。では総力戦に挑みましょう。ティタンズ71、エウゴ87と戦力的には拮抗するもの用意できました。でヤザンなんかも地球からこの宇宙船へと呼び寄せてますので、まあ、ここでねしっかりいい活躍してもらいたいかなと思います。まずはやっぱりフォーヤ、ロザミアの最高ガンダム。これを前面に出して、まあ、ダメージをね、できるだけ少なく、部隊のダメージができるだけ少なくなるようにしていきたいかなと思います。では、部隊進軍しましょう。さあ、英雄5の部隊が迫ってきましたので、迎え撃つ形で交戦状態に入ります。まずはやっぱり最高ガンダムでしっかり敵を受け切りましょう。ポーカー。これ防御でどうにかなるのかな。フォーがいきなり落とされるとかなり痛手ですけどね。落とされそうな気がちょっとしますね。持ってくれた。これ大きいだ。フォーが敵の一撃目受け止めてくれたのは大きいですね。では、このフォーは一度下げて、残りの部隊で攻撃に移りましょう。本当に大きい一撃目の受け止めだったと思います。ここは一度拠点に下げます。遠距離攻撃も効きますね。ここのメタスには勝つとアストナージが乗ってるんだな。まあ、どっかにカミユやクワトロもいると思っておいた方がいいですよね。ヤザンも出撃でーす。ここのスタックはですね、バイアランのヤザン、で、マラサイとバーザムという形でくくってあります。まあ、長期戦になる。まあ、かつ敵も、すごく大部隊。まあ、このあたりを考慮するとですね、ダメージを受けた人たちは一度しっかり下げる。これは徹底しておきたいかなと思います。俺の作戦に乗らないジェリードとカクリコン。息で一気だと思わせる攻撃。時間差攻撃。これマラサイの時やりましたよね。ゼータガンダムの中ではね。カクリコンとジェリード。乗ったぜその作戦。さあ索敵入りました。リックディアスにカミユが乗ってるな。これ大きいですね。リックディアスでよかったなーっていうのがまあ正直なところ。ゼータに乗られてたりするとまあ落とすの大変ですからね。ここにはアポリー、ロベルト、それにエマさんがリックディアスに乗ってます。まあ、いずれにしても敵の一撃をやっぱりしっかり受け止める役割は最高ガンダムに果たしてもらう必要があるかなと思いますので、まあ、しっかり敵の一撃目を受け切ってもらう。で、受けてもらった後、まあ、しっかり借りを返す。まあ、そういうね、繰り返しをしていきたいかなと思いますね。では、反撃に入ります。さっきは、フォーが頑張ってくれたおかげで、こちらユニット落とされなかったので、ここでユニット落とすことができれば、
舞台数でね、だいぶ盛り返しが効くので、しっかり敵始末しておきたいですね。倒す。ここはサラ。サラはちょっと無理してサイコーガンダムにバットはもらってます。うわ、サラは結構食らうな。リックディアスを相手にしたのが間違いでしたね。私はあなたにかけたのです。ここはパラスアテネのレコアさんです。まあ、サイコガンダムはそれ一機でね、すごく戦略的な価値のあるユニットなので、できれば落とされたくないですけどね。ここは先ほどカクリコンとの共闘作戦のあったジェリドです。ジェリドは未だにマーク2ですね。お、ゼーターガンダムがいる。ただこのゼーターガンダム誰も乗ってないんじゃないかな。これだったら落とせましたよね。そうですね、ゼータ誰も乗ってなかった。これ大きいですね。さあ敵の反撃受けます。ここサラが残ってくれるかどうかっていうところですね。頑張って残ってくれればサラも再び回復した後ですね、戦場に戻ってきてもらいたい。残ってくれましたね。ギリ残ってくれました。私はもう後戻りなんて。ここはヤザン。まあ、敵も強いが、ヤザンだったら残ってくれるでしょうというところですね。逆に格闘を入れて、だいぶ敵を削ってくれましたね。ヤザンも一度この後下げて回復します。さあ、舞台数逆転を狙っていきます。ここはダンケル。ここは一発勝負だ。ネモに乗ったハヤですね。命の尊厳をかけての戦いなのだよ、これは。ここはロザミアのサイコガンダム。アストマージぐらい撃破してほしいですよね。そっちの狙いは分かって。こっちはラムサス。隊長機ヤザンは今ちょっと下がったですね。ヤマさんのリックディアスはここで撃沈です。ダメだわ、このままでは。やりま、どっからだ。ここでアポリーを撃墜しておきましょう。アポリーロベルト撃墜ですね。すまないロベルト、あと頼むぞ。そのロベルトも今撃墜しましたからね。これで部隊数どうだろう。ほぼ追いつきましたね。続けて攻撃していきまーす。もうここは絶好の好機と捉えて、一気火星にと攻撃を仕掛けていきまーす。どこすぎやなんですけど、バスクを粛清したことによって今艦長がいない状態ですね。これもったいなかったなー。まあやっぱりね、そのどこすぎやぐらいの艦艇になってくると最前線で指揮を取ってもらいたかったなっていうのはあるんですけど、まあこの次ね、すぐに誰か乗せましょう。では次の攻撃でーす。武器を捨てやがれ。蜂の巣になりたくなかったらな。ベイト。ここは敵はネモですね。敵部隊の確実な情報。ライラさん、ギャプラーに乗ってもらってます。戦争はここはヤザン。
前線に戻ってきてもらいました。ここは干渉できそうだな。まあさすがは、まあ、ヤザというところですね。ハヤト撃墜です。ここはアストナージのメタスをカクリコンが撃墜です。これを見るとエユーゴはメタスを量産してきてますね。まあ確かにメタスモビルアーマー形態になると稼働がねすごく広いので使い勝手はいいですよね。では次の攻撃ターンです。もう完全にモビルスーツの数ユニット数では互角になっていると思うので、あとは優秀なパイロット、まあ、ヤさんだったりシロッコ、この辺りをうまく使ってどんどん前へと出ていきましょう。諦めた方がいいんじゃないですか。これはカミユとジェリドだな。男に向かってなんてこと言っていいことと悪いことが。まあ、ただここのカミユはマーク2でもなければゼータでもない。乗っているのはリック・ディアスですからね。こういうところで確実にリック・ディアスのカミユ撃墜したいですよね。カミユ撃墜です。うかつだったこんなところで。あとは百式のクワトロがいないですけど、まあ前哨戦で落としたと見て良さそうですね。ライラさんのギャプラ。ビビっちまったのかい。ここも根本ジム2かな。これだったら確実に数落とせますね。ここはヤザ。戦線に復帰してからはすごくいい活躍してくれてます。まあ、ただちょっと今回はダメージ受けてるようなんで、ちゃんと戻して回復して再出撃してもらいたいと思います。クワトロここにいましたね。まだほぼ無傷なのでこのクワトロには注意が必要そうです。ちょっとライラさんでクワトロに挑みましょう。まあもしかしたら力不足、役不足というところもあるかもしれませんが、まあそこはパラスアーテネのレコアさんに、まあうまく支援に入ってもらいたいと思います。ここはレコアとクワトロ。あなたはいつもそうして、いつも自分だけ高いところにいようとする。ならばせめて私の手で。その号を払ってもらう。会話が成り立っていないですけど、このシャアとレコアと、まあ、クワトロなのか入り乱れた会話が面白いですね。まあ、ただここはなんとかクワトロの百式撃墜して終わりたいですけどね。最後どうだろう。格闘が入らないと倒しきれないかなっていうところでちゃんと最後格闘入れてくれましたね。さすがライラさんです。今私は女としてとても充足している。ではあらかた敵の前衛部隊は撃破しましたので、基地中心部へと体制を整えながら迫っていきたいかなと思います。敵を、中心部へと追い詰めていっています。まあ、このまま逃がさないという姿勢でね、一気に殲滅して英語を滅ぼしていきましょう。ヤザンもここはだいぶ経験値稼いでくれたんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと残念だったのがシロッコですね。ちょうどシロッコがバスクのね、排除のために部隊を離れてしまったので、よくよく考えたらシロッコがこの一大決戦に参加できていないというのがちょっともったいなかったですかね。では最後ですね。まあ、ここもやっぱり最後はヤザンですね。
そして最後の一機はライラさん。これでグラナダは攻略完了。英語は滅亡です。実力が違うんだよ。その程度じゃ私には通用しないのさ。報告します。英語の本拠地グラナダを制圧しました。英語は滅亡です。いやー、ちょっと英語のグラナダ舐めてましたけど、直後に今度はアクシズか。まあなんとかちょっと今度はアクシズの戦いということになっていくと思うので、その様子はね、次回お届けしていきたいと思います。